ほら、どこですか、超半熟でしょ、これ。ほら、どうですか、これですよ、もう最高でしょ、これ。どうも、マリマリさん、リーです。はい、ということでですね、今回はサムネ見た方はね、わかると思うんですけどね、煮卵作っていきたいと思います。いない煮卵、焼き煮をするんですよね。煮卵って、ゆで卵作ってからタレに染みさせますよね。なんですけども、今回はですね、なんと出来上がりまで5分です。5分で煮卵を作る魔法のやり方があるんですよ。これを作った時にね、これ言うとあれかもしれないですけど、天才かと思いました。5分で最高に味の染みた卵風の焼き煮卵ですね、はい、今回ねコラボ動画になりますので、まさのこれうまつゆ、これめちゃくちゃうまいんですよ。これやってる途中に説明しますけども、めんつゆと白だしのいいとこ取りをした、つゆなんですね。これ1本でめちゃめちゃ味が決まりますんで、今回、ね、このこれうまつゆを使って味付けもしていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。まあ、材料紹介なんですけども、卵が、2個、あとこれうまつゆだけです。あとは油がちょっとぐらい、これだけで作れちゃいます。めちゃめちゃ簡単。これ何がいいかっていうとね、お弁当とかにも入れられるんですよね。めちゃくちゃいろんなものに使える、焼き煮卵になりますので、それを作っていきたいと思います。ということで、今回はね、山里さんのこれうまつゆとのコラボということで、何が一番重要かっていうとですね、こちらにですね、対抗するためにリュウジ流のね、これうまつゆリュウジ流のね、これうまつゆをね、ちょっと考えてきました。これを作るとですね、僕が大喜びするっていうですね、リュウジ流これうまつゆちょっとの作り方を伝授したいと思います。リュウジ流の最高の万能つゆができましたので、これを飲み干していきたいと思います。いただきます。これうまっ、怒らんないからということでやっていきたいと思います。はいですね、早速やっていきたいと思います。今ね、ご飯温めました。これご飯とすごく相性がいいので、今回、ご飯に乗せて食べたいと思います。はい、火にかけます。バビーから中火の間ぐらいで、ちょっと温めますね。まずね、一回フライパン温めた方がいいですね。フライパン温めると同時に、これ油ね、小さじ1、まあ1半とかね、1半から2の間でいいです。卵はね、フライパンにくっつくのを防ぐために油をちょっと引いていきます。これにお湯足すだけでめちゃくちゃうまいスープになるんですよ。僕はね、よくね、これうまつゆをお湯で埋めてネギ振って、あとね、乾燥わかめ入れるんですよね。それでスープにして食べてます。使い方としては、めんつゆと市販の白だしのね、いいとこ取りなんですよね。少し甘みもあって、で、だし感がすごく強いんです。これうまつゆのですね、良さが非常に出てる万能つゆなんですね。今回はもうね、味付けもこれ1本でいきます。味付けこれ1本がね、売りなんでね、これはですね。そうこう言ってるうちにフライパンが温まってきましたんで、卵入れていきます。卵はね、煮卵は茹でるんですけども、今回は焼き卵なんで、ここに入れちゃいますね。白くなったら、こんな感じでですね、こうまとめるんですね、卵こうやってね、こうやってまとめていきます。白身をまとめていくんですよ。そうすると、丸っこくなります。煮卵ってゆで卵から作るんで、めちゃめちゃ、きついんですよ。めちゃくちゃめんどい。だからこうやって、フライパン一つでやるとですね、非常に楽です。お弁当とか作るときに朝からね、ゆで卵とかゆでられますかっていう話ですね。固まってきましたこれね。白身もね、ちょっとね折り込んじゃっていいです。こうやってまとまりが出ると、あとでね、すごい綺麗な丸い、ね、卵になりますんでね。ちょっと白身が固まったら、こいつをですね、こうやってパッと、こうやってパタッと、はい、半熟のですね、焼き卵ね、焼き煮卵作っていきます。大さじ1と半分、あとここにお水ね、大さじ1杯ほど入れます。はい、味付けこれだけ、煮ながら焼いていくんですよ。一番味しみます。熱を入れながら煮ていくんで、すごくね、卵に味が入るんですよ。弱火でね、ちょっと煮ていきます。あんまり加熱しちゃうと、この卵が、最終的に半熟になりませんので、なんで、ちょっとこうね、頃合いを見計らいながらですよ、やっていきますよ。揺らしながらやっていくと、上にタレがかかってきますから、より味が染みやすくなります。この黄身の部分がちょっとね、硬くなってきたら、ちょっとね、触っていただいて、ちょっと硬くなってきたら、もう火止めていくと。はい、こっちのタレはちょっと煮詰めてください。割っちゃいますよ、こうやって。はい、ほら、どこですか、超半熟でしょ、これ。ほら、どうですか、これですよ、もう最高でしょ、これ。最高の卵になってるでしょ。
最高。最後にこのタレね。あーあーあー、これはこれはこれはたまらん。あのパラリとね、ネギをね、5分で味が染みる焼き煮卵の完成でございます。はい、それではですね、5分でできちゃいますよ。じゃあどれぐらい味がついてるのか食べていきたいと思います。いただきます。ちょっと今回はね、ブラックペッパー少しかけました。これ5分ですからね。いただきます。しみとるやん、うまい。これうまつゆがね、もう1本で味をがっつり決めてくれるんですよね。うん、広めにも味ついてます。すごく意味がちょうどいい半熟が最高にうまい。おつまみとしてだったらタレをかけた状態でいいんですけども、今回丼なので、おい、これうまご飯にもちょっと締めさせるとね、またうまいんすわ。最高にうまい。達也、いただきます。うーん、うまっ。うまくない？めちゃくちゃうまい。すごいよね。すごい、超染みてる。味が染みるんだ、これ。醤油だけだと目玉焼きと一緒になっちゃうから、それまず言うと全部、あの甘みもそうだし、塩味もそうだし、うまみも全部バランスよく入ってるから、すごいね。卵に合うのよ。お弁当とかにね、入れたらね、めちゃ役立つよこれ。朝さ、ゆで卵ゆでてらんないじゃん。時間がないしね。そう、これの味玉のレシピさ、一晩かかるじゃん。5分でできる。絶対みんな使うと思う。ちょっともう山下さん褒めてほしいわ。このレシピに絶対使えるから。ってことです。ということで、いかがでしたでしょうか。革命だと思います。めちゃくちゃ美味しいんで、これうまつでね、やっていただきたいです。丁寧に作った煮卵と、そのしょうがないと思います。こちらの今回ね、コラボさせていただいたこれうまつね、今キャンペーンやっておりますんで、詳細概要欄に記載してありますんで、ぜひこちらもチェックしてみてください。